どうも、和島教授です。多分このタイトルは物申すことがないみたいなねやつなんですけどね。やっぱ俺はちょっと数字がどうしても欲しくて、数字というか見て欲しいんですよ。で、俺を知って欲しい。うん、人気になるってね、実はまあ行き急がなくてもいいかなとは思うけど、俺はよくわかんないからな。ちょっとね、今ニートでね、俺はわがままっていうかね、まあいろいろあってもすごい極度のわがままになったから、俺多分もしホームレスになってもゴミ漁りたくないしね、うん、食いたくないから餓死するだけだし、物乞いするかって言ってもやっぱ物乞いしたくないから、もう朽ちていくしかないわけよ。最後まで喋って死ねればなとは思いますが、まあ別にね、もしその喋ってる間でなんかとんでもねやべえやつが来て、そのピンポイントに声帯だけ切られても、俺別に脳みそでずっと喋んで死ぬだけなんで。うん、俺は生きてる限りずっと喋れますから。確かにね、つんくさんみたいにね、俺がガン。うん。俺がガン、しかも喉にとかね、なりません。俺脳内でずっと喋り続けるんで。もう自己満足しながら俺死んでいくんで、うん。もう喋るのが大好きなんですよ。もう喋るのがすごい大好きです、僕は。で、面白く喋りたいんです。なんで面白く喋りたいかっていうと、みんな面白いと見てくれるじゃん。で、面白さって魅力に直結するし、俺って面白い側の人間だと思ってるんで、うん。だから、面白く喋っていきたいし、あと面白さって俺の原動力でもあるんですよ。なんかね、一時喋る、もう面白さとか関係ないし、喋ればいいだけだって思って、バーンって始まったけど、なんか中だるみしちゃってさ、その時に気づいたんで、面白っていうそのなんだろうな、燃料がないと燃え上がらないと。面白く向かおうとする意志っていうのがもうガソリンなんですよ。好きなこと、喋ることが大好きなのが炎で、それをガソリン、まあね、燃料ですよね。面白さに向かおうとするのがすごい原動力になるんですよ。で、これからもどんどん面白くなりたいし、この世で一番面白くなりたいんですよ、僕は。うん、話飛ぶけどね。俺は話飛び飛びなんですよ。お母さんのせいです。お母さんはね、話してるのが飛び飛びで、それに合わせて喋ってたら、俺もお話飛び飛びでね、なっちゃったんで、ダメなんで、俺は喋るのが好きなんで、このタイトル、物持つものがないってしようけど、俺は喋ることが大好きだっていうタイトルにしよう。うん。雑談ばっかじゃダメなんだよな。なんか、ほんとみんな見てくれないの。やっぱね、なんか、よくわかんない。ハリウッドザコシショウさん、なんか、うん、俺の才能分かるやついねえかなとか、言うので誰か後輩が、いや、それはダサいっすよって言ったけど、まあ別にね、もう、それちゅう、ダサいのかってなるけど、実力なのかな、むずいよな、でも。別になんか芸人みたいなことしちゃってる、こだわりが強いっていうかさ、なんか俺がなんで芸人にならなかったかって逆に言うと、普通に芸人むずいしね、そもそも。そもそも、いや、俺はまだ芸人クラスでは面白くないだろ、その当時はね。ちっちゃい頃、3年前くらい、まだ俺はそんなに面白くないと。し、できないし、あと、その時すごいね、学校嫌だから、その縦社会が嫌だから、じゃあ YouTube やるしかないかって言って YouTube やるし、そもそも俺は YouTube 好きだったから、YouTube やりたくてしょうがないってなって、不登校になって、あー YouTube やりまーすってってね、YouTube 好きだから、YouTube やろうってなって、やったら、やってね、いじめてきたやつ全員悪口言ったら、それバレて学校に。それでね、YouTube 全部されて、あの時すごい苦しかったな。やめた。その時非公開っていうの知らなかったから全部削除しちゃったんだよね、もったいないけど。今はなんか、なんですけどね、今は全然再生回数も上がんないけどね、やっぱ伸びてるやつを研究しなきゃいけないのかなって思うけど、よくわかんないんだよな。でも俺喋るのが大好きで、やっぱこの思いが誰にも伝わらないし、暇な人は俺に来てほしいわけよ。で、生放送するか、別に。ツイキャスでもしようかな。ツイキャスから YouTube で人気になるか。でもな、絶対俺企画とかやる気ないし、なんでかってわがままだから。俺やりたくないことはしたくないし、めんどくさいこともしたくない。そのめんどくささに合うやりたさだったら俺はいいんだけど、そんなものはなかなかないし。俺喋っていたいだけだし。でそもそも俺喋ることが好きだから、それ以上に好きでやりたいなって思うことが出ない限りはやらないし、ゲームも好きだけど喋ることの方が好きだからな。まあ今俺ゲームやってる、マリオデッセイのね、キノコ城かピーチ城ね、でずっとマリオをね操作してるだけって。これはなんでやってるかって、これ一つの病気なんです。俺は何かねやってないと
落ち着かないんですよ。俺は多分 ADHD なんですよ。多動性のなんかね。で、俺立ってる時はずっとリズム取ってないとダメで。リズムって小刻みに横に揺れない。なんかじっとしてられない、そもそも。だから、でも座ってる時ってやっぱじっとするしかなくて。じっとするしかないから、この画面の中のマリオを俺の代わりに動かしてるんですよ。俺が、動けない、座ってる動けない代わりにマリオに動いてもらってるんですよ。結構やばいと思う。多分この、でも、マリオが穴に落ちても別にダメージ受けないから。そこまでおかしくはなってない。マリオがね、クリボーにタックルされて、痛いってなって俺の体が、痛いってなりはしない。そこまでおかしくなってない。でもなんか、俺ハンドスピナーやらない理由ってね、ハンドスピナーちょっと技術いるくせに、なんか、俺下手だから両手でやんないといけないわけ。で、両手でやんないといけないし、指が当たった時ゴツンって鉄だから超痛いんだよ。痛いの嫌だしさ。別に面白くないしさ。ハンドスピナー。だったらマリオ動かしてる方が楽しいじゃん。だから俺は、あと DS ライト、あれ？任天堂スイッチライトは12月にか、クリスマスマネーでね、クリスマスに金くれるんで、でも俺働きたくないのよ。喋るだけで稼いでいきたいわけ。で、グッズも売ってみたけどさ、全然売れない。ちょっとそれで心折れそうになった、さすがに。ほんとグッズ買わないやつ全クズでいいかな。俺死にそうになったら絶対自分の個人情報全部バラして死ぬから。俺は今宅急便が来た、荷物が届いた。ちょっとまだちょっと俺個人情報、親に迷惑かけたくないから。親はあんま好きじゃないけど、でもやっぱり迷惑かけたくないわけで、ちょっと俺ちょっと動いただけなんですか。いや、喋るの好きなんだよ俺は。あ、ドア閉めちゃった。いいよ別に、よくね。今日おじいちゃんたちが来る。今日おじいちゃんたちバルさん宅から家に逃げてくんだよ。普通になんかこっちに逃げてくる。そろそろ来んじゃないか。あ、開かねえ。荷物開かねえや。荷物開けるから。なんだっけ別に俺がなんか言ってたから。いや、喋りたいけど働きたくねえけど金は欲しいのよ。月150億稼欲しい。いや、まあいいや。150万でもいいよ、別に。金が欲しいんだよ。別に金いらないけど、金欲しいけど、金いらないけど、金欲しいけど、金いらないけどね。金欲しいけど、金いらないけど、金欲しいけど、金いらないけどね。ほんとに。いや、いいや、別に。閉めとこう。何しよう。いやー、なんだっけ、何喋ってたんだっけな。まあ、マリオデッセイと俺は一心同体だよってこと喋ってさ。まあ、立って喋るよ。もう、立って喋るの楽しいから。楽しいっていうかね、腰痛いんだよ、俺。でもな、俺死ぬ間際絶対個人情報公開して、ちょっとでも有名になって死ぬわ。なあ、もうほんと個人情報公開することしかさ、もうやることねえからな。でも、悲しそうだな。ちょっと嫌がらせで終わりだろうな。個人情報公開してしますって言っても。ケツくせ。まあでも人とのつながりが人気だからさ。ゲーム実況って強いわけよ。みんなゲーム好きじゃん。ゲーム好きなもんに人が乗っかるからさ、みんなの興味はゲームに行くし、俺も見れるし、まあ強制的に見させることができるしさ。別にゲーム好きじゃないんだよな俺。マリオメーカーやったけどさ、あんま楽しくないんだよ。精神衛生上よくない、あのバトルなんとかっていうのは。おもれえのか。あと俺、うちが電波弱すぎて全然できなかった。今度マリオバトルモードの生放送しようかな。加藤純一さんパクっても人のパクりまくろ。でもね、俺モノモースしたいな。何々にモノモースみたいなことしたいんだけど、モノどうでもいいから。つまんないことに対して俺喋りたくないんですよ。つまんねえやつら。レペゼン地球が炎上パンパク、万博なんてどうでもいいし、炎上パンパク多分ちょっとさ、ホリエモン万博とか加藤純一万博からちょっとパクってる感じがするじゃん。
まあ、炎上万博とかどうでもいいし、殴り合ったって別に炎上しなくない？殴ったって。なんかね、まあ、炎上したやつ集めたっていうやつだけど。レペゼン地球はね、炎上芸でそのなんかやったけど、俺はまあ、なんかどうでもいいなーって思うし、もう時期過ぎちゃったから、今度からなんか炎上したらちょっと適当に物申すっていうので、タイトルを釣ろうかな。ちゃんと、物申してね。レペゼン地球に物申すみたいな感じで、俺はもうちょっと、本当は物申す系 YouTuber が嫌いでんだな。俺めっちゃ嫌いなやつがな、三人いるんだよ。まあ、二人はみんな有名なんだけど、一人はそんな有名じゃないんだけど、まあ、その一人めちゃくちゃ顔がやばいの。やばい顔だなって思って。でも、この人絶対さ、この人の顔のことをディスったら、訴えてくるタイプのような人間だろうなって感じで、俺あんま名前出したくないんだけど、有名じゃない別にその人は。まあ、二人はみんな知ってる。でも言わない。別に。でもなぁ、まあ人気になるよりもお金欲しいんだよな。金持ち誰か俺を見つけてくんねえかな。毎月金くれよな。チャンネル登録者数が少ねえからさ、広告収益もできねえんだよ。こんなに YouTube 好きなのに全然金もらえねえ。金は欲しいけど、もらえなくても別に続けるけどね。うん。金欲しいな。15万、20万くらい欲しいんです。今欲しいもんが。全部。俺の欲しいもん今全部合わせたら20万以内で買えるんですよ。うん。かわいい夢でしょ。仕事俺したくないんですよ。どんな仕事するならどんな仕事しようかな。なんか、でも、相撲とかはなんか横綱ってめちゃくちゃ稼げるらしいんですよ。カズレーザーさんが言ってた。金稼げる仕事ってなんだろうって言って探した時になんか、横綱が一番その瞬間最大で稼げるのがすごいらしい。確かに俺太ってるけど横綱稽古とかめんどくさいじゃん。やりたくない。ふざけて相撲になろうかな。うん。でも俺腰痛いから多分無理なんだよな。うん。腰痛めたっていうか痩せないと腰がさ、なんか始めよっかな。別に、ふざけて。な、話し家とかに弟子入りしに行こっかな。なんかもう、ちょっとさ、全然人気なくなってどうでもよくなってきた人生が。って思うじゃん。全然良くなってないよ。全然俺絶対ならねえし。話し家には。めんどくさそうじゃん、師匠が。行ってきて。ねえ。あと俺そんなにメンタルないしね、別にそんないろんな人が入ってる舞台で、喋るってさ。死ぬ間際は話し家になってみよっかな。死ぬ寸前は話し家になるわ。頑張って。俺は多分そのお母さんとかお父さんすごい仕事しすぎて多分死ぬんすよ。多分お父さんもね仕事がね、なんだろうな。定年間際に死ぬか、定年行く前に死ぬと思うんですよ、俺のお父さん。すごい重労働だから。で、お母さんも普通に夜勤のしすぎで死ぬし。そうなったら俺もうね、ニートで親のね、すねかじってるんで、どうしようもないの。だって、俺本当に働きたくないから、嫌なんだよ。絶対に俺働かないぞ。うん。俺死ぬから。働きたくないから。うん。でも死んでほしくないって思われるために、それで養うために、なんで死んでほしくないかって金欲しいんだよ。金っていうか養ってもらいたいの。ああ、こいつ面白いな。死んでほしくないなって。金出そうかなって。思わせるくらいまでにちょっと人としての魅力をね、ちょっとね、ぶってぶって強く、鉄のようにね、鉄のようにって適当なこと言うなよ。まあね、人、まあ頑張ってね、もっと面白くなって魅力のある人間になりますよ。でも伝え方なんだよな。伝え方が10割じゃないけど、何でもそうじゃないですか。喋るときに。ね、言い方の問題じゃん、あれって。人がイラつくのって。そういうもんでさ、宣伝のやり方なきゃよ。ゲーム実況続けるしかないんだけど、めんどくせえ！めんどくさくて仕方ねえ。
だからいいんじゃないかな、もう別に人気にならなくてもね、いいよって、逆にね、まあ、でも人気にならなくても金くれりゃいいから、別に月150万くらい。いや、ちょっとファンサイト立ち上げてみようかな。面白くない、底辺 YouTuber ならファンサイト立ち上げるって。ちょっとやってみよう。やるか俺。ちょっとやろう。どうも、安嶋清志郎です。金が欲しいのでファンサイト立ち上げましたって言って。俺やるわ。うん。ちょっと、まあ、多分1、2ヶ月、その、面白いじゃん。底辺 YouTuber だけどファンサイト立ち上げてみましたって。料金は最大金額10万円と。金が欲しいのでね、って。で、グッズも売ってますって。超面白くないそれ。こいつ底辺 YouTuber なのにやること全部やってるじゃんって。みんなどこか底辺 YouTuber だからやらないでおこうみたいに思ってんの。俺全部やるわ。うん。もう、なんだろうな。単独イベントとかやりたいけど金使うの嫌だからさ。金使わないでファンサイト作れるもん、俺全部作る。5サイトくらい。ファンボックス、ファンティア、すずりのなんかとか、めっちゃ俺高額にするからな。ノートもやるぞ。ノートもやるし。よくわかんねえファンのなんかコミュニケーションなんとかも全部俺やる。金欲しいから。で、基本的にサービスなし。うん。すごいっしょ。超自信あるっしょ。店員長関係ねえ。うん。俺に金をくれるためのやつ、投げ銭できねえから。今の時代できるわけ。じゃあやるしかねえよ。やるわ。ちょっと。頑張って絶対やるぞ。面白いもん。底辺 YouTuber だけどファンサイト立ち上げてみました。お金もらえないですよ。20万欲しいよな。てか、あと、ふざけてクラウドファンディングやろっかな。うん。もう、自信過剰っていうか、もう、上ブログみたいな感じでいいよ。ああ、じゃあこのプランに入ってくれた人は、あれですよって。なんか、僕とおしゃべりしましょうみたいな。俺絶対直接会いに行かないけど。俺直接会いに行くの、100億もらったらさすがに直接会いに行くかな。でも殺すのとかやめてね。おめえは調子乗ってるから殺すって言ってね。そこで俺殺されるの嫌だけど、殺すのなしね、直接会って。あと傷つけるのもなし。痛いの嫌だから。そもそもね。俺が言わなかったらありみたいになっちゃうけどさ。うん。でも俺ね、絶対俺100億くれなきゃね、別に、人に会わないから。別に人そんな好きじゃないからね。うん。コンタクトつけなきゃな。コンタクトって、ね。人と連絡するってことですよ。言わないぞ、俺は。そんなことは。なあ、別に。コンタクトっていうのは、目ん玉の中に入れるガラスの膜のことじゃねえですよみたいな感じで言わないからね。俺絶対に言わないから、そんなことは。俺それ言うのちょっと俺ムカムカしてるんですよ。いつも、いや、言い始めちゃったから言い切んなきゃいけない、そのくだりを。でも俺はそういうなんかね、ちょっとありきたりなくだり言いたくないから絶対言われねえけどな。うん。って言ってるけど、言わないってことを言った。だから言ってるし、言わないっていう、その、教授もちょっと守れてるし、俺のルールみたいな、こだわりもちょっと守れてる。教授というか、こだわりもちょっと守れてるし、みたいな。ここおばあちゃんとかおじいちゃんに聞かれたら嫌だな。多分、おばあちゃんとかすごいね、ススススって家の中入ってくるから、多分ガチャって開けたらやめるね。うん。いやだな。俺自分の動画見られたくないんだよ、肉親に。恥ずかしいんだもん。だって全然違いますから。ああ、そうなんだって。俺いつも、うん、すっごいね、全然違うから俺。うん、だから羽島京志郎って人格なんですよ。ここだけの特別な人格。うん。なんか伸びるのね。嘘つきまくろっかな。統合失調症になりましたって。うん。あ、診断はしてないんですけど、みたいな。もう、それくらいやってやろうかな、もう。マジで、ちょ、切れて、俺は。自分が有名にならないことに。もう全部やろう。でも統合失調症になりました。多分統合失調症なんですよね。なんか今、まあそもそも、病院に行けないっていう。何が何でも行きたくないっていう。なんか、頑固さがすごいんですよ、俺。多分世界で一番頑固かもしれない。むちゃくちゃです。多分なんか変な軍隊とかに連れて、もうすごいなんか特殊軍隊みたいなね、武装した兵に連れてかれないと俺病院行けないもん。ガッガッみたいな。さすがにそこまでやったら、ね、お前を今から病院に連行するって言われないと俺は絶対に行けない。それくらいとか警察とかね、大人のパワーみたいなの使われないと俺無理だよ。わあ、もう絶対に抵抗したらやばいじゃんって思ったらさすがに行くけど。俺そこまでされないと病院行きたくないんです
そもそもなんか俺がいろいろあってね、嫌なことは絶対にしたくないです。嫌なことをしすぎてそれですごい辛くなったって経験があるから、そのトラウマみたいに嫌なことをするのだけは嫌だ、絶対に嫌だっていうのでなっちゃってるから、仕事は嫌だからしたくないでしょ別に。だから俺そこ絶対に負けないから、うん、ファンなんかね、投げ銭とか小銭とか俺金欲しいもん、ちょっと金欲しい、生活資金が欲しいんだよ。めっちゃ金で、めっちゃ金いらんけどね別に。俺は週1でピザが食えりゃいいんだよ、うん。毎日外食食えるくらいだから、どれくらい稼げばいいんだろうな。あ、でもそんな稼がなくていいよ俺別に。毎日外食行ったとして、まあ1日外食俺多分1日1回しか行けないから、それでまあ1万円だとするじゃん、もし2回行った時のためにで30万使うじゃん食費で。そんな稼がなくていいよ多分、うん、5、60万稼げばいいや。まあ大変だけどね、頑張ろ。金くれた人は俺の面白い雑談が聞けますって言って、あなたのための、全然誰かのために雑談なんかしたくないけど、こじきだろうが知らんがな、俺は金が欲しいんだ。20万今すぐ欲しい。あと防音室が欲しいんだよな。いやいや、まあ欲を言えやさ、そもそも一人暮らししたいし、俺24時間喋りてんだよな。あー、お尻かゆい汗で蒸れてかゆい、嫌だ。ちょっとみんな、俺がいない、俺は最近自分の顔の汚さにね、これみんなわかんないでしょ、ここすごい汚いの、こことか、ここできもんができちゃって、俺の病気なんだよ、なんかそういう病気で、あんま顔見せれねえんだよな、汚ねえから。汚ねえもんあんまみんな見せたくないじゃん、うん、俺だって顔が汚ねえやつ、でも顔が汚ねえやつ面白いけどさ、顔が汚ねえのにこんな面白い、顔が汚かったらそんな面白くないやついるんじゃないかなと思う。こいつ顔汚ねえのに面白いってなるじゃん。意外に面白い人ってさ、顔ちょっと綺麗だったりするじゃん、でもこいつ顔汚ねえのに面白いってなるじゃん。意外に綺麗なんだよな面白い人って。まあメイクとかしてるからだよな、別にテレビ出るときって。まあね、俺はそろそろファンクラブを立ち上げるぞ。金が欲しいから、知らんのじゃ小じきとか、わしは金が欲しいんじゃ、そこに対してのプライドとかない。でも欲しいものリストは怖いからやんない、あのなんか住所がね特定されるんですよ。俺はファンサイトでなんかサービス何しよっかな別になんもねえわ、俺のクソネタ何もあげねえよ別に。俺に金をあげたってだけですげえ名誉だろうっていうスタンスでやろうが、もう俺は怒ってるよ、全然人気なんねえ。まあこれからも続けるけどさ、別に喋ることは死ぬまで続けるよ、俺は好きだもん、まだ好きだからこんなことあっても別に関係ないんだよな、あの喋りたいことだって喋るの本当に好きだからさ続けるけど、まあ、ちょっと行き急いでる感じあるけどね、うん、ここで人気になっちゃったら俺の面白さがそこで止まっちゃう感じもするな、それはちょっと怖いけどさね。やっぱ人から認められると進化が終わる気がするんだよ俺の、それは嫌なんだよな。この世で一番面白い男になりたいから、お笑い皇帝、面白皇帝っていうか面白の皇帝になりたい。俺がひとたび動けばインターネットミーム、とんでもないね、あの超スーパーインターネットミームが生まれるみたいな、俺のミームがインターネットミームの7割を占めてますくらいには行きたいわけよ。夢はでっかくね、インターネットミームの8割全部俺から作られてるみたいな、そこまで行きたいわけよ俺は。インターネットミーム俺嫌いだけど、でもそれくらいの影響力が欲しいよ、うん、マジで。あとチャンネル登録者はね最低でも7000万人だけど、ピューディパイがさあの1億人いってるわけ。んー、じゃあ70億人いくしかないよな、100億。うん、でもキリ悪いからな、70億、30億増やすわ俺が、うん、俺のクローン30億作ります。はい、それでいいでしょ。で100億です。で全員30億人全員放送するから、30億と1人毎日放送してますから、
多分 おばあちゃん来た。